えますか？聞こえていますか？まっすぐお進みください。そのまま先へ。完全の敵を撃ち、力を示すのです。中へお入りください。ようこそ参られました。若き騎士様、私はセシリア、騎士様を神域へ導く者。本当によく参られました。さあ、もっと顔をよく見せて、あなたのことを教えて。優しく、温かく、力強い姿、はあ、私たち人は、新しき神々と神民に多くを奪われ、今この瞬間も滅びに向かっています。それに抗う力こそが騎士なのです。滅びの時を避けるため、騎士に選ばれたあなたは神域へ赴き、神々を倒さねばなりません。でも、いかに騎士に選ばれたとはいえ、すぐに神に挑むのは無謀と言えます。神域は人の住めぬ地、あなたを導くものはありません。まずは思うがままに探索し、鍛錬を積むのが良いでしょう。神域でもし特別な力を秘めたアニマを手に入れることがあればお持ちなさい。私に何かできることがあるか試してみましょう。神殺しの技、真偽があるとはいえ、過信せず、できる限りの準備を心がけるのですよ。騎士だけが、私たちの人の最後の希望。持てる力、持てる技、持てる可能性のすべてを注ぎ、高き神を打ち滅ぼすことを願います。さあ、お行きなさい。あなたのなすべきことをなすために、まずはこの森を抜け、神域を目指すのです。特殊なアニマを手に入れたらお持ちなさい。私に何かできることがあるか試してみましょう。
まずはこの森を抜け、神域を目指すのです。まずはこの森を抜け、神域を目指すのです。足を踏み入れるのだった。
じめまして、騎士様。私はアルトゥ。セシリア様から騎士様の補佐を言いつかっています。騎士様はこれから神に挑むのですから、いろいろと準備しないといけません。こちらの古き神の像については知っていますか？古き神は古の時代にこの地を去りましたが、今も私たち先民が信仰している神です。この地上には古き神のエーテルが残っていて、今も人々に福音を授けてくれています。福音を授かるには神域内の生物、物質から生み出されるアニマを集める必要があります。そして集めたアニマを古き神の像に捧げることで、新たな福音を授かることができるのです。その他、物品の補給から武装の作成など、何でもこのアルトゥーにお任せください。あ、でもお代はいただきますよ。仕入れもただじゃありませんからね。世の中世知辛いのです。それでは、何なりと申し付けください。この地の臣民は、まるで狩りを楽しむように、そして、競い合うように人を襲っては殺し、それを飾っています。この神域の神、受胎する豊穣、ピオジリアが出産期を迎え、来たるべき時に備えている今、神を支えるため臣民の行動が活発になっているのかもしれません。マテリアライズでは、武装の作成、強化、進化、アイテムの作成ができます。マテリアライズには素材やアニマが必要ですので、ご注意くださいね。騎士様のサポートが務めとはいえ、私にも生活がありますからね。私のバッグに荷物を預けることができます。あまり使わないものは預けてくださいね。こう見えても荷物の整理は得意なんです。ちゃんと管理しておきますから、ご安心ください。
サブクエストはいろんな方からの依頼の一覧です。皆さんお困りのようですし、お礼も用意されていますので、お時間があるときに確認してみてください。キルリストは新民の討伐要請の一覧です。特別な力を持った新民などが主に対象となっていて、討伐するのは大変かもしれません。でも報酬も用意されていますので、無理はせず挑んでみてくださいね。
こんにちは。君も騎士か。ようこそ古き神に導かれし者よ。私は君の先輩になるのかな。それにしてもこんなに早く騎士が選ばれるとは。本来騎士とは20年から30年に一度選ばれるものだ。
ま、細かいことはいいだろう。せっかく出会えたんだ。先輩として君に助言を授けよう。Hey!
Thank you.
それじゃ